感じどうですか。ほんまでもこの辺が本当いいですね。そうだね、うん、かなり。あと音ゲーが強いのかな、ここは。本日の営業は終了します。はい、ノンキーボーね、これですか。そうですね、うん、マッサージどうですか。マッサージどうですか。タイヤマッサージ30分3000円もういきなり無茶ぶりですよ、ゲールさんもね。というわけで、そうですね、今日はね、ゴールデンウィークのね、ゴールデンウィークの真っ最中なんですよね。ブラッと回ろうかな。そうですね、ゴールデンウィークの。確かにゲールさんがね、最近よく一人で回ってくれてるんで、 ね今日はちょっと僕参加して、はい、行きたいなと思います。ブラッとね、行きましょうかね、はい、今日は金曜日ですね。金曜日、金曜日ですだけあってね、人多いです、はい。ね、岡山でもこっちの方みんな知ってるのかな。でもね、結構やっぱ年齢層高めというか、う、ね、美味しい料理屋があったりとか、うん、値段も若干、ね、あの駅前より高めでね、うん、そうですね、ちょっとなんかおしゃれなバーとかあったりとか、うん、はい、うん、一人で行けるようなバーとかもあったりとかもするし、ね、これ越えていくと時矢町とかもね、はいはい、あったりでね、はい、ここは、ね、僕の友達もお店もありますね。アバロン、アバロンね、はい、よくテキーラ飲ませてもらいましたね、はい、ここで行きましょうか。もう10時過ぎてて、まあ、お客さんもだいぶね散らばってきたのかなと。これちょっと駅前行った方がいい、駅前行った方がいいよね、なんかね、みんなよくここは来てると思うんですけど、この辺のね、飲みにも、うん、はい、ここは行楽ホテルで、そうですね、ここはなんかよくスチャーデスの人たちがよく泊まってるというふうなことで、うん、すごいな、バッグ売ってんだ、ホテルで。イタリア製。僕一回このマンションになんかネズミコの話気にしたことある。マジで。そのなんとか上みたいな。そう。そんな感じですかね。はい。お疲れ様。立花です。また行きます。また。YouTube 頑張って。ありがとうございます。ね、はい、で、今ね、やっぱ知り合いがね、いろいろいるんですね。はい。はい。じゃあね。ちょっと見直して。なんか昔はね、よく行っとったと思うんだけどね、最近も全然知らん店ばっかりですもんね。もう詐欺だなって言うんだろうけど。ああ、お疲れ様です。そうですね、まさに駅前です。駅前ですね、ほんまにいろいろ変わったんですね、なんかね、うん、はい、じゃあ続けていきましょうか。結構ね、みんな感じで、うん、みんなも酔ってますね、本当ね、はい、はい、楽しそうですね。でもほんまでもここら辺が本当いいですね。そうだね、うん、かなり、ね、早めに閉めたり、あ、でも、まあ、予約とかあってあ、そうですね、もう貸し切りになってるのかな。やっぱゴールデンウィークやから、やっぱ久々に会う人とか、うん、同窓会的な感じでね、でね、うん、あるのね、うん、ね、なんかこのラーメンがうまいとか、なんかそんなに、あ、これあれよね、なんか中央町にもあるよね、広島ラーメン、これ、うん、あったような気がするけど、何年かな、こっちは行ったことないで、こっちはね、よく行けるんですよね、小豆島ね、一緒、こっちは美味しいです、お互い島同士がね、うん、そうだね、あ、ゲルさん、ここマッサージあるんですよ。ここはね、たまにここにね、座ってたり、はい、ね、駅前、次こっちの通りですね、駅元町かな、の通りかな、結構あれね、いろいろね、もうやばいですね、人がね、車が全然いない、相変わらず検問してますね。そうですね、うん、まあ、これが岡山暴走族の対策であったり、うん、あんまなんか最近見ないけど、そうね、もう検問、禁止検問だ、試験もかもしれないですね。だってもう最近暴走族そんなミンスもんね、だって昔はなんか多かったと思うんですけど、そう、でもこっちの方にもでもね、ちょいちょい居酒屋はある、行ってみますかね、うん、なんとかね、あの映画館あったんだね、なんかあったっけ、東方シネマかな、なんかあるよね、あるですよね、あるよね、ここ本当に行ったことはないですけど、
今日ニュースになってた太鼓の達人ですね。ヤフーニュースで。そう、なんか太鼓の達人を盗んだ人がおるという。ゲールさんの厳選距離の2回目かな。なんかいろいろあるんだよね。ありますね、でもなんかね。仏が強いのかな、ここは。メルパ。あ、そう、メルパだ。岡山メルパ。そう、岡山メルパだ、そうだ、そうだ。今でも、健在なんですね。健在、ここはね。ですよね。出てますかね。本日の営業は終了しました。映画が1000円。駐車券のお手数、映画が1000円。映画好きな人多いと思いますけど。なかなかやっぱイオンのそうね、そっち行ったりしますね。インパクトが強すぎてね、行かないですけど、まあ昔ちっちゃい時に行ったかな、うん、そうかもしれないですね。なんか表町の方にもあったっすよね。表町だったっけ。あるある、なんかあったよね。あこも今もあるんじゃない。今もあるんですよね。ホテルがある辺だよね。そう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 、ねえ、ね、僕小学校の頃なんかおじいちゃんに連れてきてもらったことがあるって、ね、おお金に握りしめて、そう。なんで岡山まで来たんかなっていう。これをね、右に行きましょうかね。ちょっとね、駅に向かって。ですね。なんか朝もなんかやってるなんかうどん屋さんでしたっけ。まあ、うどん推しでもあるし、なんでも食えるとこ、うん、お店とかあったよね。なんかテレビでも一回出たみたいな。うん、はい、で、ここがね、サウナカプセル。そうね。カプセルホテルです。唯一というか、まあ、向こうにありますよね。柳町の方にもあるんですけど、ね、ここにもね、パチンコ屋さんの隣に。あ、ほんまだ。あ、これハリウッドの系列。あ、ほんまだ。系列のあれなんだ。パチンコ屋もハリウッドで、カプセルホテルもハリウッドということで、パチンコしちゃったね、サウナと待って帰る。はい、ノンキーボーね。これですか。そうですね、結構ね、有名な。24時間で。24時間 ?24 時間です。そう、メニューが24時間営業ってあんまないですよね、うん、これね、ぜひね、いいかもしれないね。というわけで、なんだかんだで、岡山駅に到着しました。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です、ね、そうですね、ね、まあ、いろいろ回ってみたんですけど、もうちょっと遊び場が欲しいですね、岡山はね。そうね、うん、ご飯屋さんは多いけど、居酒屋とかもね、多いんですけど、もうちょっと遊びね、岡山の遊び場がとりあえず食うとこしかそう、ないのかな、みたいな、ね、うん、ね、考えどころですけどね。そうね、だってね、ゲームセンターとかも、大きいゲームセンターもやっぱ郊外ですしね。うん、もうちょっとね、いろいろ駅前なのにね。そう、まあ、これが岡山ですよ。はい、ね、まあ、悪い意味じゃなくてね、本当にやっぱいろいろね、後楽園とかもあるし、それで観光名所ですから、まあ、そうですね、真面目な岡山ですからね、うん、そう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 、はい、それでいいのかなという感じです、そうね、まあゴールデンウィークね、まあ皆さんまだまだあともう3日ぐらいあるのかな、ね、楽しんでいけたらいいかなと思いますね。まあ、飲むところぐらいしかないですけど、楽しんでいきましょう。はい、だけです。チャギントン、チャギントン走ってるでしょ。あ、そうだね、もうあれ、まだ後日ね。そうだね、うん、チャギントンちょっと取材してみたいなと思いますね。はい、はい、そんな感じで、はい、終わります、はい、終わりで、はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。